チャオ、あっちゃんです。この前ね、業務スーパーでね、ちょっと面白いの見つけて買ってきました。チャーハンの素って言って、これね、油大さじ1、本品 15g、 卵1個、ご飯 200g をフライパンの中に油を入れて、本品を炒めといた卵とご飯を加えて3分炒める。それで出来上がりっていうね、簡単チャーハンのもとで、もうこれだけで十分ってやつね。これ買ってみました。で、子供がね、今日チャーハン食べたいって、ちょうどタイミングよくね、チャーハン食べたいっていうところね、これを使ってみたいと思います。まあね、ちょっとね、さっと作れるのにどうかなと思って買って、うまいこと破れへんこれミシン目はね、破れへん。なんだこれだ、変なところで破れてしまうな。パッケー、なんでも、いや、もう作り方がボロボロになった、開けられへん。こういう時にね、こういうよいしょ、いた、よいしょ。では作っていきたいと思います。今ちょっとね、レンチンしてね、ご飯を、はい、ピーユーだね。まずね、油をちょっと入れます。で、卵をね、油を熱して、3つぐらいを炒めていった卵を、ね、炒めていきます。で、ここの中にチャーハンの素を、15g から大さじ1ぐらいやねんけど、お、まあね、これで1、ちょっと多いね、これぐらい入れましょう。ああ、これをね、炒めて、卵の中にご飯を入れて、これだけでね、3分で炒めるだけでできるらしいんですよね。細かいな、ご飯ですよね。
パフェです。